出版社さん主催のジャパンビューティー動画講座の締め切りは9月30日までです。最近この講座の開催が決まってから私も移りたいとたくさんの龍さんがやってきてくれています。そんな最新の龍雲画像もこの講座で公開。さらに虹や彩雲などの虹色現象はどうやったら撮影できるのか、また龍さんと仲良くなって人生を助けてもらうための神社の参拝の仕方など、皆さんと一緒に龍まみれになれる楽しい講座です。ちなみに私の83歳の母親は去年初めて龍の雲を見てから一気に龍さんと仲良くなって幸せまみれの日々を送っていますよ。そんな母親の不思議な体験も初公開いたします。龍神様であれば龍にちょっと似てるような雲ね、うん、毎日が幸せだよ。ね、ほんとこんな幸せな世界があるだと思ってなかったもんね。動画講座では母親が龍の雲に出会ったその時のこともお話ししています。講座の詳細は概要欄のアドレスからご覧くださいませ。9月21日は満月でしたね。中秋の名月と満月が重なるのは8年ぶりで、めちゃパワーが強い満月なんだそうですよ。前回の満月は東京で撮影して皆様にシェアいたしました。実はその時ご覧になった方が、次は海から出る満月を見てみたいとメッセージをいただきまして、そういえば海から出る満月は見たことないなと思い、今回は海から出てくる満月を狙うことにしました。最初は海から出る満月をどこから撮影するか迷ったのですが、沖縄なら空気も綺麗で大気の揺らぎも少なく、海から出る満月を撮影できるチャンスが高いと感じ、今回行ってまいりましたよ。今回撮影したのは沖縄の神の島と言われている久高島の海から出てくる満月という非常に貴重でエネルギーの強い映像です。この平らな島が久高島です。この日は水平線のあたりには白く雲があるように見えたので、海から満月が出てくるシーンは雲が邪魔をして撮影できないと思っていました。でもこの島の向こうに満月の出現を見ることができました。暗かったので映像は荒いですが、確かに海から顔を出す満月の撮影に成功しました。さらに今回はせっかくの沖縄での満月でしたので、現在再建中の首里城とのコラボレーションも撮影してきました。それでは沖縄の神の島久高島の海から出てくる満月、とても貴重な映像、お楽しみください。